楽な仕事しやがってって思ってる人多いと思う。だけど5時間経ったらちゃんと腹減ってんねんから。おその台譲ってくれ。悟りました。アミューズプレゼンツ浦前吉田の崖っぱち。この番組は私吉田とパチンコライターの方が実践前に引くくじで決められた軍資金の中でプラス収支を目指してなんとか立ち回るガチンコ実践番組です。パチンコライターこの方。はい、パチンコ秘書坊の平山です。よろしくお願いします。そして崖っぱちゲストはこの方。ガッキーです。どうも。さあガッキーの後半戦ですけどもね、これ行政書士っぽく見せるためのスーツ。いやちゃんとバッチも本物ですよ。あ、そうなんや。はい、いいスーツなのこれ。これは2000円ぐらいですね。2000円なの？何だ？何だお前。これは2000円ぐらい、ね、落とされてんのか誰かに。ずっと2000円って言えみたいなぐらいな。まあまあパチンコは好きなんですか？いやもうおかげさまでもう十何年売ってますので、日々進化するパチンコをねこれから見届けていきたいなと思いますね。生活は誰かに金借りてるとかそんなないの？結構ね借りてはおりますね。借り入れはあの、はい、いくらぐらい借りてるんですか？まあ100ちょっとですかね。怖いね。そんな感じじゃないやん。なんかまあまあね、いろいろあるんですよ。あ、はい、100何万何に使った？行政書士事務所を立ち上げるのに使いました。ああ、そこちゃんとしてんのかい。まあ会社立ち上げたい人が相談するわけでしょ？そうです。会社立ち上げたいなと思ってもお前にたどり着くにはどうしたらいいの？ああ、そうですね、どっかパチンコ屋に寄ってもらえれば行ってる可能性はあります。最寄りの、はい、新大阪の、はい、パチンコ屋を巡って殺し屋やんけ、そんな。ちなみに先月給料いくらやったの？何の給料ですか？吉本ですか？吉本は2000円ですね。これはほんまに、これはほんまに、これほんまの2000円なんですよ。あ、はい、財布見せてくれや。財布ですか？財布今なお金裸で持ってます。なんで裸？財布ないの？財布今ないです。携帯とかないの？今携帯もないです。はい、なんなお前は。なんか爪痕残そうともうせえへんの。漠然と来たが。漠然、すいません。まあ、パチンコ楽しみに来たみたいなとこありますね。はい、もう崖っぱちっちゅうのはもうそういう人間ばっかり。ネームバリューがある人間が来た方がつまらんですか？ほんまに負けたくないでしょ。ほんまに負けてる場合じゃないんで。そうでしょ。はい、はい、売ってる時は結構冗談言ってくれてるんですか？いや、そうですね、僕が面白いと思ってる最大限のことは言う。ああ、言うてる。はい、あとはまあ皆さんの受け取り方次第かなと。言ってくれる。はい、そこはそのキャリアやったら何としても笑ってほしいみたいな気持ちにちょっとぐらいはなっていいかなと思いますよ、まだ。はい、ありがとうございます。助言ありがとうございます。不思議なやつやね。面白い。地域最大級、信頼いっぱい、元気いっぱい、アミューズ岩手店さんで後半開始だよ。差し入れいただきました。女性の方、マムシグロンくれましたね。女性がね、こう男にこういう精力剤をバレンタインの日にくれるっていうのはなかなかの恥女っぷりですよね。大当たりが続いた吉田さん、スーパー小当たりラッシュに入れるか？はい、ということで今回も仕事人の総出陣打っていきたいと思います。前回ですね、吉田さんに泥棒猫だなんだと見せられたので、今日はなんかなんとなく吉田さんよりいっぱい出したいなと思いました。なんで闘志燃えてるんでいっぱい出せるように頑張っていきたいと思います。吉田さんの理不尽さに怒る平山、珍しくテンション高いです。さあ、後半戦も、残り1箱になりましたけども、これを倍、3倍とやっていきたいと思います。時間はまだまだあります。頑張ります。大爆発しなかったガッキー、中途半端にならないで。なかなかこの1パックでくれる人いないですよ。人の優しさがしみるわ、この番組は。手紙こんなんね、一言でも書いてくれるというのが、わざわざ紙で包んでね、すぐには捨てられません。今1時40分、せやな、3時半ぐらいまでは持っときます。持って帰れよ。
やっぱ気持ちが嬉しいですから。感謝の気持ちが人と違いすぎる。おう、今9000円使って持ち玉が1900発ぐらい、まあ、思ってるほど負けてない感じかな。でもチャンスタイムで引き戻したい。まあ勝負どこですわ。でもああで結局はいぬるっと20回は抜けました。まあ5連チャンか。いつもこの音、いつもこんな音だったわ。この音チャンスなのかな。おっかくんかな。200回転超えるとちょっと嫌かな。流れがちょっと逃げ始めてる気がしますんで、まあ、198.6 分の1が大当たり確率なのでそこ超えるとちょっとなぁと。お、動いてますね。なんだか賑やかになってきたよ。青色
3回目、3回目まで行くんですけど、それ以外のところに複合的に演出が重なれば、今3回目、あ、3回目か。これ金ですよね、黄色じゃなくて。お、これいいんじゃない、出た目、これはいいよ。ほらね、大当たりの大チャンス、来た来た。あー、緑ブレンニシキ参上でございます。ほおずきカレン、こういういいですね。やっぱ198回転まで行かずにいい演出が来てるので、悪い台じゃないんじゃないかと、いい流れ来てる。チェックメイト、これ外したらヤバいでしょ。ヤバい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 よ。うーわ、終わったこれはショックでかい。そろそろね、ST 取らないとダメな時に、これは心折られる。なんで座ってこうやってるだけやのに腹減んねやろね。もうペコペコ。朝9時半に牛丼食うてんけどな。3時間、まあ5時間経って、5時間座ってたら腹減ってきた。アホなんかな俺。どこに体力使ったんだろう。結構ハードワークってことですね、崖っぱちの収録が。5時間で腹減んねんから。それ普通じゃない。ただ座ってパチンコ打ってるだけやろうって思ってる人多いと思う。楽な仕事しやがってって思ってる人多いと思う。だけど5時間経ったらちゃんと腹減ってんねんから。熱弁する内容か。普通にハードな仕事ですよこれ。楽しくやってください。あ、やった。なになに、あ、あ、こっからやね。さあ、どっかにゼブが欲しいんです。どっかにゼブが欲しいんですけど、うん、よし、ちょっと腹減ったからチョコレート食べます。ハードな仕事やからこそ許される。収録中にチョコ食べてもいい番組です。こんな仕事中にチョコレートバーン食う、食っていい仕事なかなかないですよ。いかにハードかということ。ゆるい番組ってことだよ。ああ、なかなかなかんね。これは熱いやつ。あー、もう一声ないか。うわー、ゼブラは出ない。まだ不安。頑張ってる割に出やんやろが。まあ関東方面からね、お越しの方はああいうこと言われたらびっくりするやろね。
関西弁ってあれが愛ですから。当たるでしょ、当たらんとあかんで。もうこんなおかしいわ、もうほんまに。いやもう当たらんと、あれで当たらへんねやったら信頼はもう絶対マイナスプロモーションになってまうな。さすがミスターマイナスプロモーション、ほんまに。おっちゃん助けてくれ。誰に助けを求めてるんだ。その台譲ってくれ。その組織だ、あの台もいいな。手玉を使い果たし追加投資。初当たりの速さ、まあ、最初は速かったんですけどね、うん、2回目を出せないんだったらまあ大移動した方が良かったんでしょう。味方が優勢、うん、やっと3回目の継続なんかもだいぶ久しぶり。 SP この先に行かないんすよね。ここはね、黄色くなりましたね。あー、お、緑。ここだ。赤い。外れからの。まあこんなもんです。えらいすんません。まさかの3万使い切りありますかね。嫌だな、こっちも嫌だよ。誰か56% ぐらいあるはずなんです。高坂ゾーン、仕事でいいよ。実験で食べたい時に餌与えて
ノンストレスで育てたマウスと定期的にストレスを与えてるマウス、これはもう定期的にストレスあるマウスの方が長生きするっていう研究ありますから、まあ、長生きさせてもらってるという感じです。そう思うしかない。ストレスは薬、今必要かな。薬になる場合もあると。あ、もう無理やりでもそう思うしかない。外れてくれ、ストレスをくれ。もうやけくそ。ストレスを与えられたマウスの方が長生きすんねん。お願い外れて。当たらんといてや、当たらんといてよ。ストレスが欲しいんですよ。長生きしたいんですわ。当たらんといて。あ、燃えてる、泣きそう。あー、泣かへん。よしよし、今ストレス感じた。いいぞいいぞ。やっぱり当たってほしいんじゃない。ゼブラ出んといてよ。よしよしよし、ストレスストレス。あ、なんか障子が汚れてる。モントじゃない、ストレス。よし、モントじゃない時点でストレス。ストレスは体にいい。よし、過度のストレスは体に悪いと思うよ。外れてよ。緑、大して強くない、ストレス。よしよしよし、外れてくれ、長生きのためや。よし、本当に良かったの。パチンコで悟りました。人生はパチンコで悟りました。名言出た。ついに帰りたいな。吉田さんの本音が出たけど、まだ帰れません。お渡りさせてくれよ。これ行けよ、激闘や。絶対来い。ストレス長生き作戦は中止。もう俺のストレスは限界だ。限界やぞ俺のストレス。もう薬にもできへんぞ。当たり前、もう一回連行よ。当たり前やぞ。仕事せえよほんま。俺ばっか仕事してるやんけ。あんなもんガッキーなんか何もしようらへんねから。さらっとディスった。仕事人は仕事せえよ。もう一回連やろ。もう一回連や。当たり前や。あ、連じゃない。来いよ。大事な場面でも噛みたいよ。3回目の激アツ、過去2回外してる。オッケー。あー、限界やった。危なかった、危なかった。和歌山の太平洋に捨てるとこやったぞ。まだちょっとストレス味わわすんかい。ちゅえっちゃほんま。ストレスがマックスになったら当たるんですかね。ストレスで長生きできるっていうのが正解です。だとしたら多分アマデジでも1000ぐらいハマないとマックスにならないですよ多分。今ストレス
ス10ぐらい。何があっても幸せな平山はほっといて、吉田さんは？さあ、20回時短ですけど、この20回で捕まえれてこそ天出寺。天出寺のええとこ出してみろ。ところが、こんなにも信じがたいわこいつ、ほんま。チャンスタイム終了。ああ、苦すぎる。天出寺どころか苦すぎる。カカオで言うたら100や。カカオ70の方がはるかに甘い。カカオ1000や。さあ後半も終わりました。はい、楽器どうでしたか。残念ながら投資2万円で出玉は全部飲まれました。マイナス5000玉ということで、まあ何も起きなかったと一言で言うなら、はい、静止画がずっと映るんじゃないかなと思ってます。それどんな気持ちで打ってたんですか。そうですね、なんか今僕ちゃんと存在してるのかな、この世にっていう。さあ平山どうでしたか。はい、私は投資が2万4000円で出玉が0玉、トータルマイナス6000玉でした。ほんまになかなかすごい熱いリーチ外しまくってましたけども。いやきつかったですね。まあ平山だけじゃなくてね、これ俺も外しに外した、はい、あ、そうなんや、俺の方が投資少ないんや。うん、投資1万5000円、トータルマイナス3750玉ね、出玉0ですから、強楽さん的には面白いよっていういいところをねバンバン出してほしかったと思うんですけども、こればっかりは仕方ないですよね。仕方ない、もう全力を尽くしたもん。そうです、うん、頑張りました一生懸命。そやで。反省せえ言われてもどこ反省したらいいんだよね。そうです、真面目に打ってて悪くない。あ、まあ、ほんまちょっとね、あの持ってない展開を2人やってしまいましたね。黒いマヨネーズっていう本が、2月27日に僕の書いた本が出ますんで。突然の。ちょっとね、もうあの展開がなかったんで、時間が結構余ってるかもわからないんで、はい、平山なんか告知ありますか。いやちょっと思いつかないですね、これといって。 YouTube やってますよね。あ、そうです。あ、それを言おう、平山チャンネルの方ですね。YouTube で私やってまして、今一人で頑張って編集とかもやってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録のよろしくお願いします。まあ面白いですか。はい、すごい面白いです。なんか伸び伸びできるし。いや、そこまで熱ないぞこの番組。もう自由ですよね。まあいろいろと本も出るし、平山チャンネルもよろしくお願いします。はい、必殺もね、こんなことが珍しいというか、こんなことばかりじゃない台なので、必殺の方も一つよろしくお願いします。お願いします。というわけで今回はこの辺で、さよなら。さよなら。YouTube 協力チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。 With 隣のトロロさんからいただきました。吉田さん、平山に運気を吸われた時って気持ちいいですか。僕も平山に吸ってほしいです。これからも応援してます。どういうことでしょう。これも下ネタなんですかね。下ネタやね。まあギリギリやね、吸ってほしい。吸ってるつもりはないんですけどね。でもさ、僕も平山に吸ってほしいですって、まあ、ちょっと下寄りやんか。はい、乳首吸ってほしいですってつけた方がいいよな。そうせんとほら、もうちょいほら下を言うと、それはもうちょっとひどい下ネタやん。部分の話ですか。そうそう。あ、運気のこと言ってんの。運気吸ってほしい人間なんていませんからね。でも運気吸ってほしいですって書いてないとこがなんかちょっと。そう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 。ね、強烈な下やね。まああの、まあ、いつでも吸いますよ。運気をね。運気をね。でもこう平山優しいね、こう分かってるよな。俺の運気吸って収録中はほんまに腹も立つけども俺。今日バレたいんでしょ今。はい。でこっちチョコレートかと思いきや。はい、中に
ごいよな。やっぱ嬉しいかな、こっちの方がと思って。そうそうそうこう、なんやろう、こうリアルですよねリアルライターさんって、うん、めちゃくちゃありがたいです。あー、よかったです。2500円分やから、どうやろうな、だいたい収録いつも前半後半あるけど、はい、どっかの前半分ぐらいはこれで返してくれたよな俺の吸い上げた分まだ足りないですね。じゃ あ全然足りないです、じゃあ俺は、平山がくれたタバコを吸わしてもらえ。おー、うまい皆様たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。浦前吉田の崖っぷちは YouTube 協力チャンネルにて毎週月曜更新、絶賛放送中。今すぐチャンネル登録しないなんて、いくぞ、どうかしてるぜ。協力ニュース。協力のパチンコパチスロアプリが24時間遊び放題、協力サプライズランド。全国で稼働中のパチンコ AKB48-3 誇りの丘がアプリでも楽しめる。アップルストア、グーグルプレイストアからアプリを検索して遊ぼう。